はい、ちょっと今外出かけてたんですけど、妻から電話あってバンムーフが届いたってことで、で大変なことになっているということで、急いで帰ってきました。でですね、今家に着いたんですが、やばいです。本当にバンムーフ大丈夫、本当に。ちょっとねお見せします。ですね、ちょっと説明しますと、これ届いたんですが、なんとですね、これ逆さまになっちゃってるんですよね。で多分ちょっと見てみようか。ほら、タイヤが見えますよね。で、まあ、このね、向きも見てわかる通り逆さまになっていて、多分ここの段ボールの底が抜けちゃったと思うんですよ、配送中にね。で、そのまま多分、配達の人が、逆さまになって、で、こんな感じですね。どうなってるのかわかんないですけど、すごい引きずって、届けてくれたということで、これちょっとやばいっすね。先週の金曜日とかに取りに来たんですよね、修理を出したんですけど、ピックアップしてもらって業者の人に。で、今日が何曜日だ、金曜日だから1週間ですね。ちょうど1週間で、帰ってきたんですよと思ったら、こんな状態で帰ってきたんで、ちょっとやばいっすよね。一応ね、ちょっと開けてみて傷ついてないのか、あとはちゃんと不具合がないのかちょっと見てみましょう。出しました。一応ね、ちゃんと包装はしっかりされてましたね。多分ね、こんな感じで、傷つかないように一応段ボールを入れてくれてました。で、この修理を出すときにですね、 Twitter の DM でその担当者に言ったんですね、包装をしっかりして送ってくださいと、前回、修理から帰ってきた時に本当にひどいことになってたんで、前回の動画を見てない方はね、見ていただければと思いますが、前はこのグリップのところにこういった緩衝材はついてなかったです。多分というのもここにね、傷があったんですね、修理された自転車が、帰ってきた時にここに自転車にこのグリップのところに傷があったので、まあ、変えてもらいました。新品のと、多分そのバンムーフの人がグリップのところ、傷つかないように緩衝材を、つけてくれております。はい、ということで今見た感じはそこまで傷が増えてない感じだと思うんですけど、ちょっとこれからね、いろいろ緩衝材を取って、見ようと思います。はい、組み立てました。一応ですね、外観ちょっとね細かく、まあ、まだ見れてないんですけど、一応傷はついてないかな。ブンブン、ハロー YouTube。 ブンブン、ハロー YouTube。 一応前回修理されて、届いたバンムーフなんですけど、このね、前輪のこのバルブキャップはついてて、後ろのこのバルブキャップはなかったんですよ。もともとあったんですけど、修理に出したら、なくなっちゃってたんですよね。ですけどこのね、バルブキャップも送ってくれと、DM のね担当者に伝えたところ、なんと後ろもねつけてくれたんですけど、もう一個指でね、もう一個ね、予備でいただきました。ということで、今からね、電源をね、入れてみようと思います。りゅうちゃん乗れるんですか？すごい、足ちゃんとつくじゃん。全然乗れなかったのにね。おー、すごいすごいすごい。大きくなったね、りの。おー、すごい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 。できるようになったんだね。すげーい。イエーイ。お、花火マークがつきました。はい、どうでしょう。こんなんだったっけな。電源ついてんのかな。一応ロックは解除されている状態かな。さあ、ちょっとですね、乗ってみようかなと思っております。はい、軽くね、ちょっと時間がないんで、本当ちゃんとね、アシストが効いてるのかと、ターボブーストが効いてるのか、チェックしてみます。はい、
で一応ブーストは、最大で25キロぐらいまで出るんですね。時速25キロぐらいまで出るんですけど、そのチェックをもしたいと思っております。で一応、アプリでこれですね、モーターレベルが4なんで一応一番アシストが、効く状態にはなっています。はい、ってことでちょっとね乗ってみようと思います。一応ライトオフにしよう。はい、 OK です。さあ行きまーす。おおおおお、アシストでめっちゃ効いてる。え、速っ。あ、早い早い早い、めっちゃ早いじゃん。やば、ちょっとブーストかけてみますね。おお、めっちゃ速い。今時速19キロですかね。19キロ出てます。20、もう21キロ出てますね。全然これブーストかけてないです。超速い。これでもいや結構アシストだけでも全然効いてるな。今までは効いてるかどうか分かんなかったんだけど明らかに速いです。もう全然違う。さあ今アシストですね、普通のアシストで時速が15キロぐらいですかね。じゃあ行きます。おお、一気に20キロ、27キロ出てますね。超速い、やばい。おお、めっちゃ速い、やば。いやですね、今日ねちょっと風が強いんですよね。今ちょっと走った時は向かい風もちょっとあったんですけど、そんなの全然関係なしに速いですね。いやこれやばい今までねちょっとバンムフどうなるかなって思ってたんですけど、これはねめっちゃ速いわ。これほんやみつきになる。自転車乗るのがねこれからめっちゃ楽しみですね。ただですね、このバンムフ最初はいいんだけど、乗っているうちにちょっとなんか不具合がね出たりすることも結構多いそうなんでね、まだちょっとこう完全にこう喜べないんですけど、ちょっとね1週間、今日届いて一応こう問題なさそうなんで、今日から2週間は一応返金可能なんですね。お試し期間というか、一応これ DM の担当者にも聞いたんですけど、でもし、その間に不具合が出たりとか乗り心地とか実際使ってみていまいちだった場合は返金することもできますので、ということで、ね、まあ、2週間ぐらいはねちょっと乗ってみようかなと思っております。はい、でこれからですね、今日いつもねザウドっていう駅、まあ、仕事でね、よくザウドの駅の方まで行くんですよ。だいたい自転車で15分とか20分ぐらい、かけて行くんですけど、今日もねこれからザウドの駅に行くんで、いつも15分とか20分ぐらいかけて行くところを、このバンムーフだとどれくらいの時間でね、行けるのかっていう検証もねしてみようかなと思っておりますので、ちょっとね行ってみようと思います。はい、ちなみにですねこちらバンムーフのオプションで頼んでおいたものがあるんですよね。これは、バックキャリアですね、ラゲッジキャリアというんですかね、自転車の、後ろのタイヤの上にこうつける、キャリアの台ですよね。これはもともとバンムーフを買った時に、同時に注文したものです。なのでもうこれ8月ぐらい、今9月ですけど、もう8月の時点ではこれを家に届いてずっとこう置いてあったんですけど、やっとバンムーフがね、ちゃんとこう使えるということで、これをね後ろのキャリアをねつけることが、できます。で前回修理されたバンムフなんですけど、結構傷だらけになって帰ってきたので、その代わり、まあグリップはこっちのグリップはね、もう新品に変えて、もらったんで、ただこういったね傷、まあ多分修理中にできた傷とか前回も紹介したんですけど、この辺の傷とかはね取れないんで、その代わりにオプションで付属品を一つプレゼントしますということで、こちらですね、下のやつ、これはフロントキャリアですね。フロントキャリアもちょっと僕買おうかなと思ってたところ、何度プレゼントしてくれるということで、フロントキャリア送ってもらいました。はい、ということでね実際につけてザウドの方にね行こうかなと思っております。はい、なんとですねこの今フロントキャリアを開けたんですけど、説明書が2枚あってですね、英語バージョンと日本語バージョンがあったんですよね。これは英語しかなかったんですよ。英語バージョンしか説明書がなかったんですけど、これに関しては日本語もついてるんで、もしかしたらバンムフのご厚意で日本語の説明書も入れてくれたんじゃないかなと思います。ちょっとわかんないんですけど、
はい、付けました。フロントキャリアとね、後ろのキャリアもね、ちゃんと付けたんですけど、付け方結構簡単でした。このね、バンムフのキャリアって結構特徴的で、すごい浅いですよね。全然荷物こう入らないんですけど、まあちょっとしたね、バッグとか、置くぐらいだったらね、いいかなと思って、こちらをね、オプション何でもよかったんですけど、何でも一つオプション選んでくださいって言われたんで、まあこのキャリアを選びました。ただ一応ね、傷がありますここに。はい、なんか落としたんでしょうね。開封してから僕一回も落としてないんで、多分元々ついてたやつだと思います。まあ、無料でね、提供していただいたんで、この辺はね別にいいでしょう。今ね、自分の古い自転車、これですね、子供のね、チャイルドシートをね、つけれるソケットがあるんですけど、これもこっちにね、バンムーフにつけて、このチャイルドシートをね、つけれるようにしたいなと思っているのと、あとはですね、ドリンクホルダーとかね、ちょっとつけたいなと思っていまして、まあ、この辺につけるのかわかんないんですけど、あとは、結構 Google マップとか使うんで、スマホホルダーとかもね、ちょっと買おうかなと思っております。はい。まあ、できればね、何もつけない方がシンプルでね、かっこいいんですけど、いろいろこう、ちょっとつけなきゃいけないものもね、たくさんあるんで、ちょっとごちゃごちゃってなるかもしれないんですけども、まあ、見た目より、機能性の方が、優先順位が高いので、ちょっといろいろごちゃごちゃ、つけようかなと思っております。はい、それではですね、今からザウドの方にね、向かっていこうかなと思っています。今、15分ですね。4時15分なんで、4時半とか4時35分ぐらいに通常だったら着くですけど、このバンムーフだったら、どれくらいの、時間で行けるのかっていうのをね、検証していきたいと思います。それでは。はい、ということで、ザウドに着きました。結構早いです。で、時間的に言うと、大体ですね、5分ぐらい早く着いた感じですね。いつも15分とか20分ぐらいで行くところ、大体10分、12分ぐらいですね、かかったんで、まあ、5分ぐらい早く、着くことができました。やばいですね。はい。なので、往復だと、まあ、10分じゃないですか。10分毎日時間が浮くということで、結構時間効率的にもかなり、いいんじゃないかなと思います。まあ、ね、原付買えばいいっていう話なんですけど、でもまあ、妻もね、乗る予定なので、まあ、シェアして乗れればいいかなと思って、でこのバンムーフを買ったので、めっちゃ、このまま問題なければ、めっちゃいい、買い物なんじゃないかなと思います。で、本当にね、今日向かい風で、すごいきついんですよね、普段の自転車だと。多分もう、今日のみたいな天気だと、汗だくになると思うんですよ。だけど、まあ、今日は全然ね、そんなに汗かいてないですね。はい。で、本当に風が強い日はね、めっちゃきついんですよ、自転車。本当に向かい風だったら最悪なんですけど、このバンムーフはですね、向かい風、どんなに強い向かい風が来てても、25キロは絶対出るんで、しかもその信号待ちとか、坂道とかでも、ブースト使えば、もう2、3秒で25キロ、時速25キロ出ちゃうので、もう、踏ん張る、ことがないのでね、本当に、楽に、自転車を乗ることができますね。他の電動自転車も同じような感じだと思うんですけども、まあ、バンムフは、まあ、それにプラスして、いろんな、なんていうんですかね、盗まれないような仕組みとか、場所がね、どこにあるのか、結構、デフォルトで、ついてるので、その辺はね、めっちゃいいなと思います。はい。ということでね、2週間ぐらいちょっと試しに乗って、もしなんか不具合とか、ちょっと、微妙なとことかありましたら動画にして、シェアにしていきたいと思っています。またね、それで、この自転車を返品するか、返品しないかっていうのもね、考えていきたいなと思っていますので、ぜひ次回の動画も、ご覧ください。それでは、次の動画で、バイ。